冷やすとね、風邪ひくから。なんだっけ、これでこれをちょっと、あ、それでいいや、ナイフ、これナイフ使おう。いい、これ使って。どうぞ、お好きに。取るの、それ。はい、なんでしょう。一旦、あ、まあいいや、そこで切っちゃってもね。うん。いや、線つける感じで。うん、うん。で、多分切れねえだろ。あ、切れない。貼り付いちゃって。手で引きちぎる。うん。まあどうせね、アドバイスしてもね、言うこと聞かねえからね、最近ね。好きにやると。一旦ね、打ち粉の上に全部出しゃいいんだよ。出して細長くして、分けた方が正確だよね。何のための打ち粉か分かんないよね。肉まん、いつも通りリベンジ。前回のはちょっと味が偏っちゃったから。前回塩の塊です。これだから16等分、こんなんしかないよ。いいや、ちょっとなんか思ったようにやろう。そう、思ったようにやって、シューマイ見たくなっちゃったっていいし。こんぐらい、なんか、うん、ちょっとこのぐらいの塊でやってって何個になるかは決めないでいこう、うん、そう、出たとこ勝負でいいよ、うん、それでいいや、うん、そうしよう。あ、手に粉つけないと。つけてる、つけてつけて、うん、やり方こんな広げるだけなんだから、やり方なんかあるかよ、お前。前回このぐらいでやったよなって感じなんだけど、どうだろう。前回あんま、あんま知らないよね、見てないもん、うん、うんうん、食べてるとこ。そうね。食べる専門だからこっちは。だから全部出しゃいいんだよ、鍋から打ち粉の上に。ほんで一回細長く伸ばして、半分にして半分にしてってやればいいのに、そんなとこでやるからやりにくいのが余計やりにくいだろってね。もうみんなイライラしてんじゃね、主婦の方見ながら。パンもね、シューマイもね、肉まんもね、まあ同じようなもんだからね。言わんこっちゃね、うまくいかねえもいる子だよ。まあね、アドバイスしても聞かないからね。いいのって感じでやるからね、自分のやりたいようにね。ほっとくのが一番だね。Thank you.
でも1個作るのに時間かかるね。これやっぱり買った方が早いって本当だね。実際コンビニに売られてるやつはもう人間は触らないんだろうね。機械で全部やっつけちゃうんだろうね。フルオートでね。まあ、やっと1個できたね。まあ、1個できれば早いかな。2個目、3個目ってね、後半になればね。はる先生、おはようございます。おじさんへのコメント、いつもありがとうございます。冷たい水で洗車、我慢して頑張りましょう。ね、来たんだけど、髪引くからね。うん、うまくなったな。よかった。うまくなったね。